ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回は夏美が NBOX の市場にチャレンジしてきました。ですね、この NBOX なんですけども、今回乗るのは2回目なんですけども、改めて思います。とてもですね、乗りやすい。あと後ろに座った人がですね、すごく快適なんですよね。このスライドドアの許容範囲っていうんですかね、その可動範囲の広さはですね、目を見張るものがありまして、相当広いですね。乗り心地もですね、ちょっとライバル車に比べても引けを取らないどころか、もう勝ってるようなソフトな、ね、こう乗り心地になってまして、全然ですね、K のワンボックスというカテゴリーになると思うんですけども、そのミニバンタイプっていうかなると思うんですけども、そういう感情が全くないですね。乗り心地がかなりいいです。シートアレンジもですね、かなり広範囲で稼働するということでですね、ほぼ普通の人であれば満足のいくシートアレンジが用意されていると言っても過言ではないと思います。シートの後ろのシートですね、後ろのことばっかり言って申し訳ないんですけども、私後ろに乗ってスマホで撮影してますんで、よくわかるんですけども、後ろのシートがですね、厚めの設定でですね、程よい厚さですね、クッション性がかなりいいんですよね。ですんで後ろに乗られた方はですね、もう思うと思うんですよね。他の軽乗車の後部座席よりも数段乗り心地がいいっていう、もう視界もいいですしね。後ろに乗る方にですね、結構気を配ったようなモデルになってるのかなっていうふうに思ったりしました。で、運転席助手席のシートの厚みが十分にありますので、これは長距離とか乗られる場合にはかなりですね、重要なファクターとなってきまして、シートの良さというのはですね、やっぱりこう短時間の試乗ではちょっとうまくね、切り取ることができないですけども、これ長距離乗られてる方っていうのはかなり疲労低減につながるような贅沢なシートの作りになってますね。やはりホンダ流と申しましてもう過言ではないですけども、やっぱり走る、止まる、曲がると、基本性能をですね、重視したところの部分がですね、やっぱり守られているというか、ブレていないというかですね、車の作り方がですね、車が本当に好きな人が作ってる車っていうことですね。たまたま会社のその会社が車を作っているではなくて、車が本当に好きでたまらない人が車を作ってるって、そういうのがですね、軽自動車から NSX までですね、幅広い範囲のバリエーション本当にもありますけども、もう一つ一つの車がですね、決してそういう手を抜くことなくですね、作っているっていう、そういう意味ではですね、ホンダ車っていうのは本当に日本に誇る一つの車のメーカーだななんて今更ながらにしてって思ってしまいます。で、話それましたけども、インパネデザインはですね、かなりギミックに凝ってましてね、ちょっと映しますけども、天気予報とか出るんですよね。天気予報出たりですね、あと今前方には止まれのマークがありますので、止まりなさいよというマークで、市街地走ってますと、その道路がですね、今何キロ規制なのかっていうところもですね、その時計の表示のところの下のところに出てきましてですね、まあこれはちょっとありがたい装備ですよね。このグランクラスのね、車にはついてると思うんですけども、そういうような高級車にでもですね、ついてるような装備がこの NBOX ですね、実現できているっていうのはかなり贅沢ですよね。
で、あとインパネデザインですけど、ホンダらしかなる デザインですね。やっぱりホンダって往々にしてですね、乗り込んだ時に視界が特に胸元の視界がいい印象を受けてるんですけども、このモデルに関してはですね、他のメーカーのメガさんのインパネと同様にですね、胸元の正面 のメーターのところが膨らんで盛り上がってますよね。盛り上がってる部分っていうのが、まあ、メーターの中に入ってるその計器類があるところなんですけども、そういうのがですね、ちょっと気になったなって気はしますね。もうちょっと下の方のにあってもよかったかなと。まあ、背の座高の高い方はもう何の意味もないですけども、座高の低い方ですとか、あと小柄な方が乗った時にですね、メーターの部分が目の前に来てしまいますので、もうちょっとですね、その シートの、まあ、シートを調節したりして、なるべく高い位置でから見下ろす形でですね、運転できれば、視界が本当せっかくいい視界パノラマビューを持ってますので、そういったシートアレンジ、インパネアレンジデザインのですね、アレンジに関してちょっとだけね、残念だったかなっていうふうに思わざるを得ませんね。あと、まあ、このモデルに関してですけども、まあ、ナビゲーションの画面がですね、7インチでちょっと小さめっていうか、まあ、今までは普通でしたけど、まあ、大体今8インチとか9インチが主流になってますんでね、新車で買われる方なんかはぜひですね、もうちょっと奮発してですね、大きな画面のものをチョイスされるとですね、まあ、なおいいかなと、見やすいかなというふうに思います。ナビの位置はね、これで正解だと思います。はい、あんまり下の方にあってもですね、ちょっと視線を移動させることになりますので、危ないですんでね。で、このモデルに関しては、Eパネのところのハンドルの奥の方にですね、ティッシュケースみたいなのが入るぐらいの大きさのものが、小物入れとか入ってたりですね、あとオートエアコンの下のところにですね、スマートフォンですね、充電するジャックがついてますね。で、まあ、最近よく言われる高齢者 のシフトレバーのとか、あと踏み間違いとか操作のね、トラブルとかっていうのもよくありますけども、この車 のシフトレバーはですね、若干硬い印象を覚えましたので、それが功を成してですね、しっかりとこう D レンジ、N レンジ、R レンジですね、リバース、そういうパーキングもですけどね、それでセレクトする際にですね、ちょっと若干力がいるかなっていう感じ の重さだったんですけど、これがいいと思います。はい、このぐらい硬いとですね、間違えるってことも改めて、ね、自分で確認するしながら入れることになると思いますんで、軽くこう間違って入っちゃったっていう、そういうようなことはまずない作りになってまして、このセレクターレバーに関してはいいですね。で、ハンドルもですね、初動からその終始ですね、軽い印象を受けましたね。出足も軽いですし、スピードに乗った時もステアリングが、まあ、そんなにこうブレるわけではないですけど、若干軽めのセッティングになってますかね。これはタイヤとかサスペンションとか、まあ、荷重によっても変わってきますので、まあ、何とも言えないですけども、今この現在のこの感じの乗車定員とか、その辺 の、まあ、重量配分でいくとですね、前輪が多少軽い感じが しましたね。これはやっぱり高速向けに振っているような感じがしますよね。サスペンションに関してもすごく柔らかいですし、高速乗った時でもちょっとふわふわっとした感じの操作感とか、その乗り心地が得られるはずですので、どちらかというとこの N 版というのもあるんですけども、それとはちょっと確実的に
あの味付けを変えた作りというか、より乗用車ライクになってるっていう、そういう主な骨格はね変わらないそうなんですけども、あのやはりあのワゴン系に振ってるということですかね。まあこの車はですね、本当にシートに厚みがありますし、ステアリングスイッチもですね、もう本当高級高額車とほぼ同じような作りになってますし、もう至るところですね、乗用車ライクに設計されてますので、これはですね、あの N ボックスといって、まあ、ワンボックスの、もう究極のワンボックスですかね、あの軽乗車における、そんな感じがしましたね。もうなんかバンみたいな車に乗ってるっていう感じはほぼないですね。エクステリアにしてもですね、インテリアにしても、あのこれはですね、販売台数が伸びてもやはりあのおかしくないですね。まあいくら、まあ金利とかも安いらしいんですけども、クレジット関係のですね、それを差し入れても、でもあのお買い得な部分というのが多分ありますね。まあ、こんなところですね、今回はですね、この辺りであの失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。またよろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。失礼いたします。マイクでした。